どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらドワーフの戦士グリゴリー使っていこうと思います。はい、このキャラですね、まあ変身前18ターンでね、スキブゼロのキャラなんですが、変身後こんな感じ。ツーウェイ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 のなんと 1.7 倍の12乗ということで、火力がこの時点で582倍出ます。で、100式とかだったら、まあ、ロシュ武器つけてあげると2862倍出るって感じになってます。今日は通常なので使うんで、もう580倍で十分すぎる火力持ってるので、2ウェイ12個のヤバすぎるバケモン使っていこうと思います。はい、でスキルはね、6ターンで打てて、受けるダメージを激減、ダメージ無効、貫通、ロック解除、三色地震と、復刻にしてはかなり強いです。はい、まあ普通に激減もねあってね、優秀なキャラですね。で、今回エリザでは使いません。はい、あくまで今回はサブで使っていきますが、火力も出してスキルも優秀なキャラということで、今日はグリゴリー使っていこうと思います。で、まあ2位といえばね、最近入るのあのキャラで使っていこうと思います。編成紹介していきます。はい、まずはリーダーからです。ビシュヌ、ツーウェイプラス、遅延2つに上限、解放で境界武器継承です。はい。リーダースキルね、指12秒固定の攻撃タイプ全パラ2倍、機能2コンボダメージ半減、攻撃12倍です。はい。火力枠かつリーダー要因として使います。ゴリゴリ遅延2つに毒目覚めで、ヨータンは武器継承。まあ、これは攻撃タイプ追加武器ですね。で、ヨータンは10強上限解放、遅延2つ、そしてオーディン武器継承です。はい。バインドとスキブとクライミ耐性持ちです。で、ソフィー7強に上限解放。そしてウルトラバッジ、太郎武器継承ですね。はい。ダメージ無効貫通武器として使います。アンフロイ、この映像追い打ちがないので、遅延つけてあげて、阿久津武器継承ですね。で、追い打ちは自力で組みます。はい。で、フレンドアンフロイドです。遅延に、スズラン継承で、スキブ創作化耐性、かつバインド耐性って感じになります。今日はこちらの編成使ってね、遊んでいこうと思います。神々のシェール降臨で使っていきましょう。で、一回やってみたんだけど、ソフィーの火力がめっちゃ低かったんで、ソフィーちょっとロシェ武器に変えました。ソフィーはね、軽く頑張ってもらおう。で、ソフィーのロシェ打って、グリゴリー変身。はい、1コンボ。敵の2コンボ組んで耐久します。はい。アンフロイ打ってあげればね、敵が非属性だろうと関係ないんで、ここは一旦耐久してあげてスキルダメですね。はい。で、これで火の杖も組んでるので、グリゴリーの軽くチェックしてほしいんだけど、もうグリゴリーはちなみにダブルカンストしかしないんで、ネタバレするとこんな感じ。この動画でグリゴリのカンスト以外は見れません。もうこいつは、2ウェイ組んだら 100% カンストするので、もう2ウェイ12個のせいで。そう、もうグリゴリは一生カンストっすね。カンスト以外見れないって感じ。で、ここは一発まず全体攻撃で削ります。はい。理由は、やつがいるんですよ。この火の魔剣士がね、攻撃タイプ半減持ってて、ワンパンが難しいので、まず一旦これで削ってあげて、グリゴリ打ちましょうか。てか、ソフィー、空打ちしょうがないと。はい。で、このまま倒していきます。まあ、この火力なら間違いないでしょう。はい、これで木の2ウェイ2セット含んだ11コンボ。これなら他のキャラもだいぶ火力出るんじゃないかな。いいですね、いい火力出てますね。てかアンフロイやっぱ火力副属性まで強えな。グリゴリーアンフロイあたりのやっぱ火力の安定感はすごいね。ヨータンももちろん強い。で、ここは初手はまずはアンフロイのみで削ります。いや、ただロシェはあれだな。もう、あ、間違えた。ソフィーはロシェ武器でいいな。やっぱ火力がね、もう全然違うわ。ロシェ武器つけるのとつけないのじゃ。はい、これでまず一発殴ってあげて、ここでヨータンを打ちましょう。で、ここでね、ダメージ無効貫通スキルを打ち合わせれるとめっちゃめんどくさくて、こいつ次のターンに気ドロップ消せなくしてくるんですよね。ここ必ずヨータンは打ってあげて、ダメージ無効貫通で突破していきます。11コンボ。で、ヨータンはもうね、グリゴリーもね、だいぶスキルの周りは早いので、優秀。で、4階層、ここでソフィー打ちたかったんだけど、スキル管理をミスったせいで、まさかのソフィーが打てない。なので、全部ワンパンしていきましょう。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。いや、ビシュヌと。俺、一個とんでもないことに気づいちゃったんですけど。いいですか。
本当にあった本当にあった怖い話なんですけど、この編成覚醒無効回復どこにある？やばい。ソフィーにロシブキなんかつけてる場合じゃねえ。いや、お前の覚醒無効は5ターンぐらいだったはず。そう、5ターンやろ。そうね、5ターン耐久するんですよ今の時代は。さあということで対局終わったんで倒していきましょう。昨日 2way2 セット含む10コンボ組んであげてこのまま突破していきます。ナイス。さあ続きまして6階層、回復消せないはまあ無視してもいいのか、どうなんだろう、分からんから、とりあえず1回全力コンボしちゃいます。はい、さあこれで10コンボ含んだ11コンボ組んでこのまま突破していきます。はい、ナイス。さあ続きまして7階層です。いずいず忘れがちだけどこの編成追い打ち自力なんで追い打ち組んでいきましょう。ちゃんと倒します。さあこれで木はだいぶ軽く出ると思うんだけど、問題は光頑張れるか。ナイス、23億、いいね。え、硬すぎんお前、こいつだいぶ硬いぞ。はい、でこのまま木の2ウェイ組んで突破していきましょう。13コンボです。さあこれで倒していきましょう。で続きまして8階層、あのグリゴリーさ動画映えすると思って使ったんだけどさ、こいつカンストしかしないから動画映えの概念ないな、マジで。もうカンストしかできない、なんならグリゴリーはカンスト以外を出すことが不可能だもんね。だからもうグリゴリーの火力について触れる必要がないのかな、ちょっと問題点なんだよな。もうこのアンフロイのさ敵の貴族性変換とかあるじゃん、だから本来相性はめちゃくちゃいいんだけどさ、その強すぎるがゆえに。はい、これで倒していきましょう。じゃ続きましてボス、まあ、バルキリーシールもね、これ貴族性めちゃくちゃ硬いのは硬いんですけど、アンフロイなら関係ないから近接殴っていきます。アンフロイガチ優秀で、これにグリゴリおじさんの火力も乗せて、さあ木の 2way3 セットです。だいぶ強い。いや、グリゴリーに上限解放つけれたらね完璧なんだけどね、90%で硬いな。めちゃめちゃ硬いな、こいつ。これはだいぶ強いと思うんだよな。はい、木、火、木、光の 2way 組んであげて、12、13、木の枝豆も入れてあげてちゃんと殴っていきます。惜しい。これで半分いけるんじゃないかな。アンフル打ちましょう。この火力ならいけそうだけどね。さあこれで火の 2way 組んでいきます。はい、木の 2way 含みながらの11コンボ組んであげて、これは半分いったでしょう。 OK で半分時花火してくるのでグリゴリー打ちましょうか。グリゴリー打ってあげて花火対策からのアンフロイからのビシュヌで、まあ、ここからまた 2way 火力で全力で組んでいきます。とにかく木の 2way の火力が高いので、まあ、こいつらが頑張ってくれるでしょう。いい火力ですね、本当に本当にいい火力。今のほぼほぼ乾燥だもんな。盤面ロッカーうざい、予算音で、これも木の 2way 組んでいきます。めっちゃ今更だけどビシュヌってマジでいいリーダーになったよな。普通に超転生キャラとは思えんぐらい強くなったしね、マジで優勝になったね。いや、これ倒せるな。 OK、 倒そう。じゃあここはアンフロイ打ってソフィー打ちます。さあこれで木の 2way と光の 2way 含みながらの11コンボ12コンボ、さあこれで突破していきましょう。
さあということで今回ですね、グリゴリおじさんを使って遊んでみる動画でした。普通にスキルがめちゃくちゃ優秀になって、火力はただもうカンスト確定みたいなキャラなんで、まあ、使うとしたら百式とかそういう系の方がね、火力的には良さそう。通常ダンジョンならもうグリゴリ入れとけばスキル強いし火力も絶対42億は確定できるような化け物になってくれますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。